全福寺は、神奈川県南足柄市にあり、浄土新州本願寺派に属する。神蘭常随ずいの皇帝である、関東六郎僧の一人、平塚入道両元の創建。辞伝によれば、両元すなわち、伊藤友好は、伊藤助清の子で、伊藤助近の孫にあたる。また、蘇我兄弟とは、いとこの関係になる。2年に、伊藤一族をうために出家したは、 高急棒と称して、天台衆景則山高麗寺大御源の別当職についていた。その後、高図に滞在していた親鸞と出会い、その門下となった。法名も、新たに、前年、暴領源と賜り、念仏の教えを各地に広めて、道場を建立し、縁王元年には、間下の地にも、草案を結び、阿弥陀堂を建立した。当初、 この阿弥陀堂は七軒県門徒が中心に誤字をしており、善福寺の本院は大磯山家の地にあったが、本院が小田原北条氏による念仏停止により打ち壊しとなったため、寺本が阿弥陀堂のあるまま下に移される形となったという。念仏停止の解除後、北条氏康の刑により、本寺の衆院免除を受け、また、京都本願寺の東西分派に伴い、 西本願寺の宝刀を守ることとなった。ありがとうございます。